谷口孝一11月25日は、熊本県出身の体道指導者、医師。原生流空手道、体道を創始した、祝礼成婚の一番弟子とされ、東京医科史科大学空手道部を設立した。熊本県出身、東京医科史科大学医学部卒業。大学入学後に、原生流空手道師範の祝礼成婚と出会い、入門。 そして東京医科史科大学空手道部を自ら設立した。現役を退いた後も体道の指導、普及に尽力し、体道本院最高会議議長を務めた。1956年、東京医科史科大学に入学。当時の医学部進学課程、私学部進学課程は、千葉大学分離学部に移植されていた。谷口は、数人と協力して、千葉大学分理学部に、 空手道公開を発足させることに成功した。当時稲毛にあった千葉大学分離学部の旧陸軍兵舎の一室を道場として練習を開始した。その年の10月の中旬、埼玉大学空主導演部会に招待された谷口は、そこで原生流空手道師範の宿礼成婚の48手の型を目の当たりにし、その素晴らしさにただ呆然と見とれるのみであったという。 終了後の打ち上げコンパの会場で、宿礼を紹介された谷口は、その日宿礼の練馬の自宅に宿泊することとなり、この日をもって、原生流から出道に入門した。1958年、お茶の水の専門家庭へ進学した谷口は、大学の学友会に、空手道部の創設を、直ちに申請した。学友会の規則に従い最初は、同好会としての発足となるが、 精力的に練習、合宿等を行い、9月には正式に空手道部として認められ、谷口は初代首相に就任した。谷口の大学卒業後、1965年には宿礼との出会いを軸にした、自助伝、原生流空手道と、体道の創作を帰り見る、天才武道家とその弟子の歩みを上司した。ありがとうございます。